こんにちは、フレブル部品のピノです。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくね。はい、恐怖の耳掃除やな。耳ちょっとキレキレしてるね。ね、皮脂が溜まるとね、こそこにね、マラセチアってやつができてね、痒くなるからね。ね、本当獣医さん持ってたらね、皮脂が溜まったってちょっと炎症起こってるだけでね、ね、言われちゃうからね。アレルギーですみたいな。あ、逃げた。こっち来て。はい。ティッシュでも釣れない。おいちゃん、はい、奥まで逃げるっすね。こっち、チェシーが硬いぞ。お尻に重心ある。血圧や。よいしょ。ね、耳の中に、ね、茶色いやつ。え、いや、たまに耳に寄ってくるもんね。うん、匂ってくるか。匂ってきたら要求、ね、ちょっと、どこ、あ、よし、いい感じのとこ行ったね、自分から。まあ、はい、B ちゃん、ちょっとの我慢だ。うん、ちょっと微妙にね、こうやって早くなくなるからね。これを絶対取らないね、ほんと。まあね、奥まで取らんでいいけど、表面届くところまではね。書くからね、書いてね、なんかここはね、ボロボロになるからね、耳はね。耳がね。で、耳を書くとさ、ね、手にもさ、これがついちゃうからね。で、手にもマラセチアで、で、体中がマラセチアで侵されて、それで、全身が荒れていくと、ね。なんか、ここがね、一番。気持ちよさそうにしとるよ。あ、そう。気持ちいいね、ピーちゃん。痒いね。痛いとこない。あ、ちょっとやっぱつくね、こうやって。これに溜まってくから、ほんと。他の犬は溜まらんの？ここまで。いや、溜まる溜まる。ダックスとかさ。で、それでマラセチが溜まって皮膚病になりやすいの、ダックスも。うん、ダックス、そういうね、皮膚病になりやすいやつに限ってこういうやつってことが、ね、うん、別にダックスは耳が垂れてるからたまりやすいっていうのもあるけど、蒸れるし。なるほど。なんか本当で餌商法をやられてしまうから獣医さんに。うん。ね、同じ餌をね。そう、知らん人にさ、そうやってやるんやってね。まあな、まあそういう手法もあるね、うん、そうそう。まあ確かにさ、ね、大変さやもんなんていう医さんもね。まあ、まあ、それもまあ一つやけど、確かに餌をやるのは、餌を変えるのは一つやもんな、ね、うん、でもすごい大変だし、医さんに通い続けることになるし。そう、うん、そうね、餌他の不具合が出てくるよね、同じご飯ばっかり食べてると。 それでさ、なんかね、ステロイドとかやる必要ないのにさ、うん、腸内環境を良くしたら、なんかね、皮脂もね、食べてくれる菌がね、うん、ピーちゃん、腸内環境はあまり ね良くないので、ね、そう、そう、だからここ、でも逆にここがおらんくなったら腸内環境もいいってことになるかもしれん、うん、眉毛が減っとるような気がするね、ちょっとずつ整えとってね、うん、前びっしりついとったから、うん、ね、1週間も匂い嗅いだとか。いいよ。まあ匂いも一つのバロメーターだよね。もう匂いがさ、独特やもんね、やっぱね、うん、このちょっとなんかツンってするっていうか、うん、よし、反対側もあんまりやりすぎたら浴びるから、うん、あ、やっぱつくね、ちょっと。でもさ、前までなんかね、書いてさ、あれ取ったやつがさ、ね、うん、かさぶたみたいになっとったのね、なくなってきた。こことかかさぶたになっとったやつ。いいじゃん、おとなしい、苦いね。
こんな感じかね。どうや、ここは目は大丈夫？目のここら辺、ここまでゲートでやったらちょっとな、書いてもらって書いてしまったからね、まあいい感じや、大規模につくわけじゃないからさ、ね、ちょっとずつ良くなってきたわ。はい、はい、OK、 じいちゃん、じいちゃんよかったね。え、ちょっと開いとった？開いとった、え、脱走した、ちょっとママの方来ちゃった、え、こっちどこ、あんたこっち逃げるんですよ、え、ちょっと待って、開いとった、開いとった、ちょっと開いとったんかな、ゴシャンって言って速攻が脱走、こーら、え、あー、こう閉め、なんかちゃんとロック閉めたら買えねえ、ちゃんとロック買え、開けとかな、バイバイ、帰る、あ、あ、じゃあみんなここなんか入ろうと、バイバイ、みーちゃん戻れます、自分で自分で出たんです、どうする戻れますか、え、戻れんの、あ、戻った、戻れた、よかった、あ、パパちっちゃった、なーに、なーに、ママに攻撃的ですな、もうさっきまでさ、ね、シューンってなっとった、終わった途端に元気、ねえ、ビーちゃん、もういいな、なーに、なーに、閉めるよ、ここ、うん、狭いか、狭いのか、ちょっと広げたとか、はい、広くなりましたよ、やったね、これしまっとかのガブガブされるよ、その一応耳を見たってやん、なに、うん、ママにはなんか見してく、なに、なに、なに、拒否、耳見して、意味見れないんだけど、1個、うん、大丈夫、綺麗、うん、ここからまだ設置やっていくのやろな、うん、もうね、錠剤、うん、錠剤なんか、うん、うん、ちょっと弱った時に増えちゃうんじゃない、うん、悪さするっていうか、何、噛むのやめて、ピーちゃん、もうそろそろ、もうそろそろ、あ、ほんとだ、よし、バイバイしよう、バイバイしようか、遊んでます、痛い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 、あ、疲れた、はい、あ、バイバイするかどうか、はい、バイバイして、はい、バイバーイ、バイ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 、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。コメントもお待ちしております。よかったらまた見てね。